広島土砂災害の発生から8年となった昨夜、被災地の住民たちがろうそくに火を灯し、犠牲者を偲びました。災害関連死を含む11人が亡くなった広島市安佐南区緑井7丁目では、松井市長や住民らが参加し、犠牲者を追悼しました。広島土砂災害では77人が亡くなりました。会場では災害の記憶を次世代に伝えようと、当時の状況を撮影した写真パネルも展示されました。土砂崩れのことは二度と忘れませんと思って願いました。今こうやって生活できてるのが一番いいかなっていう感じがしますね。およそ150本のろうそくの明かりで照らされた被災地は、深い祈りに包まれました。